東側で入口駅構内、牧野駅は大阪府枚方市、牧野坂2丁目にある、京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は、KH23。1910年京阪本線の開通と同時に、開業し、駅から京都側約100メートルは、併用軌道で、併用軌道は1931年7月に分離され、専用軌道となった。1917年9月29日からの大正大洪水では、10月1日、堤防決壊駅周辺が約 2km 水没し昼夜健康で復旧に努めたが10日に再度出水してやり直し14日、京阪線が開通した。1939年3月1日午後2時45分に発生した大阪陸軍兵器支廠金谷倉庫の爆発事故により、郡園駅、葛の葉駅間が不通になり、4日の午後8時より運行を再開したが、駅の使用再開は6日午前11時までかかった。1969年2月、牧野駅の大阪側の高架化が着工され、同年11月に完成している。これは3カ所の踏切の除去だけでなく、ショートカットによる曲線の緩和、急線跡に電車用変電所の建設なども行われた。1980年2月20日夜、隣の御殿山駅と枚方市駅の間で発生した、京阪電車置石脱線事故では21日の始発までに復旧できず、御殿山駅にも当駅にも渡り線などの折り返し設備もないことから、事故現場が仮復旧した21日午後まで運休した。運休中は、葛の葉駅と枚方市駅の間で、不動京都森口線を使いバスによる振り替え輸送が行われた。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅。正確には、ホームの京都よりは谷川をまたぐ鉄橋と堤防上、中央部は地上、大阪寄りの橋は、高架橋の上に位置している。改札及びコンコースは地下にあり、自動券売機3台、自動改札機7台、乗り越し精算機が設置されている。構内にコンビニエンスストアのアンスリーがある。1975年から2012年までは大阪方面ホームに立ち食いうどん店があった。当初は非営で2002年6月に閉店後、別の経営者による味丸亭となったが、2012年11月限りで閉店した。2012年現在、駅西側に加え駅東側で入り口にもエレベーターが設置され、計4基のエレベーターが設置されている。駅東口には三菱 UFJ 銀行と枚方信用金庫の ATM が設置されている。両ホームとも有効長は8両。2019年度のある特定日における1日、乗降人員は 23,327 人である。近年の特定日における1日乗降、乗車人員は下表の通りである。住宅街に加え、複数の大学が近隣にある。文京地区でもある。これは、京阪電鉄が利用客を増やすため1928年6月30日、大阪高等医学専門校、大阪歯科医学専門校に土地を無償提供して移転を誘致したことに起因する。枚方市が2006年に駅前広場及び市街地再開発事業の都市計画を決定し、2009年から本格的な工事に着手した。2012年3月に完成し、東口にバス乗り場を備えたロータリーが設置された。京阪バスが運行。ありがとうございます。